ディーン・フジオカです。1980年8月19日生まれ、絶賛ディーン・フジオカやってます。高校の時はあてもなくプラプラ散歩して社会見学みたいな感じで、どう見ても人種が違ったりとかワクワクしたし、外に出ていくっていうのは自然な流れなんだなっていうふうに思ったと思うんですよね。当時学歴っていうものがやっぱりこう最優先で考えられる時代だったと思うんですよ。閉塞感とか根拠のない焦燥感みたいな、腑に落ちないっていう感覚でしかなかったですよね。自由に世界中のどこ行っても生きていけるようになりたいなっていう、漠然とした夢希望みたいなのありましたね。気分転換かな、バーは。お酒飲まないんで、空発的な何かを求めて行く場所の一つっていう感じですかね。国を変えるっていうのはその都度とても大きな人生のターニングポイントだったんで、もう世界どこ行っても騒いできるなっていう風な自信が得られたっていうのも、常に飛行機乗って年の半年以上、それが何年も続いてたんで、帰る家っていうものに対して強烈なその渇望感みたいなものが生まれるわけですよ。物理的にどこって話じゃなくて、結局家族がいるところが家になるっていう、やっぱホテルの上に来るっていうのは、視点も広くなるんで、すでに答えが決まってるかもしれないけど断ち切れない思いみたいなものがあるときに、思考の整理みたいなのができる環境にあると、明確になるっていう。今の自分にとっては家族、希望を感じ、愛を感じ、それをさらに大きく広く強くしていけるんじゃないかと。ほとんど一緒に住んでないし、でも自分ができる範囲で、やっぱこう寝顔を見てると、これで良かったと思えるような瞬間があるっていうのは、間違いなくそうですね。基本的にもずっと移動を繰り返しながらホテルをベースに仕事をするっていう、マイク立ててでデモ録音したりとか、感動っていうものを生み出し続けられたらいいなと思いますし、家族を養っていくってことができるんだったら、有意義な人生だったって思えるのかなっていう、感動っていうもののその奇跡にかけるっていう。さあ動き出そう。